はい、始まりましたサトルの動画、今回はですね、前回好評でしたね、同じ場所で撮ってもこんなに違うというね、それの第2弾をね、行きたいと思います。またね、フォトクラブのみんなでね、撮ってまいりました。今回はね、滋賀県のね、琵琶湖、前回のね、フォトマッチ TCC でね、取材に行った時にね、我々も撮ってまいりました。でそのあたりの写真をね、ぜひね、ご覧いただければなと思いまして、動画にしましたよ。はい、それではね、行ってみましょう。それでは、スタート。はい、ということでね、今回もね、またね、うちのクラブのみんなでね、ちょっと撮影したやつですね。はい、まあこんな感じでありますけども、ね、早速行ってみましょう。はい、これはね、1番目。はい、工夫を盛り込む。それができる場所を探す。ということで、まあこれ、生徒さんのね、作品なんですけど、主役と背景までしか考えていない。ある程度のいいかなで撮ってしまうということで、まあ確かにこれ綺麗なね、ピンク色のサルスベリーが咲いてて、で、こちらにね、まあ背景で、まあグリーンがあって、まあいいかなという感じで撮られたということですね。はい。うん、まあ別によくあるタイプの写真ですね。はい。で、私はじゃあ次どうやって撮ったかというと、こういう感じで撮りました。はい。主役プラス背景プラス工夫という3つの構成を考え、それが可能な場所をよく探して撮った。はい。ということでね、どういうことかというと、まあこれボケがあってこうね、まあ同じサルスベリなんですけど、ね、まあこれね、まあ似たような場所なんですけど、この写真はね、こっちの緑をね、バックにして撮って、私はね、まあこの花ではないんですけども、反対側から撮ったんですよね。うん。反対側から、まあ露出も変えてね、まあ撮って、で、まあここの、まあボケを入れたいなとか、周りのボケも活かしたいなっていう感じで撮った。つまり、まあ背景の中でこのサルスベリがね、美しくこう咲く姿っていうものをこうドラマチックに表現したかったということで、まあこういうふうに撮ったんですけど、まあこれがね、まあ、ボケが工夫なんですよね。で、この工夫ができる場所かどうかっていうのが大事ですよというお話なのね。で、そういうポジションを探しましょうということなんです。で、こちらのね、生徒さんが撮った写真っていうのは、それがちょっと難しいんですよね。うん、もう光もこっちも入ってきてないので、もう完全にこのグリーンのもうバックになってしまって、ちょっと工夫がしづらい。で、まあ、ボケもね、ちょっとこう、作りづらい、同じピンクのね、やつで作りづらい場所のやつを、まあ、そのままの方向から撮ってるということなんですね。で、私は、それはちょっといかんなということで、工夫が可能な場所を探すということで、うん。まあ、で、こういうところを見つけて撮ったということなんですね。はい。で、まあ、まとめますと、背景の色味や光の加減、前後のボケのバランスなど、主役を生かす工夫は必須と考えて撮影するということですね。はい。そうなんですよ。工夫ができる場所と工夫が、まあちょっと難しいというか、もうそもそもちょっとできないんじゃないかっていう場所があってね、そこから頑張って撮ろうとしてもなかなか絵は作れない。うん。まあそういうとこありますね。2番目です。雑味は極力避け、すっきりまとめる。はい。ということで、これもね、まあ生徒さんの写真で一見すっきりしてるように見えるんだけど、やっぱりね、この辺のちょろちょろしたのってなんだろうっていうことになるんですよね。いや、これだって本当にそうなってんだからしょうがないじゃないって言ってしまえばそうなんですけど、これが果たして美しいかどうかってなるとね、ちょっとまあ何か、リアルを追求するってタイプだったら、まあそれはそれでいいですけど、なんかちょっともっといい、なんか状態のやつ探せなかったのっていう、こともね、ちょっと考えちゃうんですね、私はね。はい。で、まあ、ここで、私はこうやって撮りました。はい。まあ、こういう感じで、まあ、この体格のラインですっとこうまとめてね。で、そこにこう、ポイントとなるものを選んで。で、ここにまあね、焦点を置いて。で、こっちから上は淡いグリーンで、こっちは深いグリーンで、ということでね。まあ、こういうふうにまとめました。だから雑味がないですよね。こういう感じだとね。はい。
で、まあ同じ場所でね、こういう風に撮った生徒さんもいました。はい、これも同じ水引きなんでしょうけども、まあ、ここら辺がやっぱ主題であるはずなんだけど、やっぱりこれが目立っちゃうんですよね。でもこの葉っぱもなんかこうそれぞれバラバラな感じがしてね、だからまあ散漫な感じする、まとまってるようで散漫なんだね。なんかそれぞれがなんかこう別々の方向を向いてるっていうか、そういうまとまりがない写真になっちゃってるんですよね。でまあこういう感じの写真もありました。まあこれなんか結構いい感じで撮れてるかなって思うんだけど、まあでもちょっと露出暗いかなって感じで、こうせっかくいい感じでこうクロスとかしててね、なんかこう形的に面白い形してるんだけど、暗いから沈んじゃってるんですよね。だからなんかそういう暗さに意味があるのかなってなんかこう考えさせられるんで、なんか感動よりもなんかちょっとそういう思考の方にこうね意識向いちゃうんで、難しい写真っていう感じしちゃいますね。でまあこういうタイプだったら私はこうやって撮りました。はい、まあこういうね、まあクロスのラインがありましたけど、縦構図ですっきり見せました。でまあここにポイントを置いてね、であとこのここですよね、このボケで同じようにこのラインを作ってるわけですよ。そうすると、なんかこれのなんかこういうなんか、まあ、印象的なまた象徴というか、そういう感じがしてね、だからすっきりまとまって見えるわけですよね。はい。で生徒さんはピントを合わせるところまでで精一杯、雑味や露出、構図の不適正に気づいていないということで、こういう感じでね、ここ雑味だとかね、まあ構図がちょっとってねいう感じ、あと露出がっていう感じなんですよね。でまあ私の場合は、まあ、ピント合わせと全体としてのまとまりや美しさをセットとして写し切るということで、まあここがいいなと思ってるけど、全体としてバランスがいいかっていうのをちゃんとね、すっきりしてるかとか、そういうとこ考えて気をつけてね撮るようにしています。はい。ですから まとめますと、被写体や背景、また画面の四隅までしっかり見て、雑味、視覚的なノイズを可能な限り排除して写す、全体としての完成度を確認しながらシャッターを切るということですね。だからまあ、ここだけでね集中してピントだうーっていう感じでやると他が見えなくなっちゃう。でもここを合わせるのは当たり前で、当たり前だけどなおかつ全体のバランスもよく見て、まとまってたらシャッター切りましょうというね、そういうことになります。はい。3番目、伝わる写真をよく考える。はい。これもね、まあインパクトあるといえばありますね。まあちなみに状況説明しますと、まあここだけ 木のねこの部分だけ光が当たってたんですよね。でも面白いなーって言って、まあ僕が言って、じゃあまあみんなカメラ向けて撮ったということなんですけど、これがね、私はねこう撮りました。まあ最初にこういうの見せときますね。で生徒さんたちは、主題インパクト部分だけをとにかくしっかり撮ろうとしたということで、まあここに火が当たってるんだから、ここをバシッと撮ったということなんですよね。はい。で私はねこういう感じで撮りました。まあちょうどね、広角の魚眼レンズ持ってたんでね、まあ、それでもう全体ごとこうガッとこう入れたわけなんですが、私はね、主題が見つかったらそれがしっかり伝わる写真を考えて撮る、今回はインパクトを比較で見せているということで、ここに確かにインパクトはあるんだけども、周りの中でこういう状態ですよっていう、まあ比較ね、暗いというところで明るいのかこんだけっていう、そういうものをしっかりとこう見せて、まあ写真にした、絵にしたということなんですよね。ですから、まあ、撮りたいもの、見せたいもの、感動したものなどの主題は大きく写せばいいというものではない、どう撮ればそれが見る側に伝わるかをよく考えて撮るということですね。だからまあここがおおすごいな、いいなと思ったんだけど、それをズバーンっていうよりも逆になんか小さくね、ああそういうことなんだって、でもこのスケール感はバーンとこう出したいっていうところで、だからこれはそのまあね、ちょうど僕その魚眼レンズ持ってたんでこういう風に撮れたということなんですけど、これをね、まあ普通の標準のね、まあこれ
どうなんだろう、2470ぐらいのレンズで、まあ、こうやってそれぞれ撮ったんだと思うんだけど、まあこういう感じでね、そこだけドーンと撮ってもなかなかこう表現としては見るものに伝わらないという感じでも、これが実はこんな状況だったんだ、こんな木もまた面白いでしょっていう感じの中のこれだよっていうのを見せると、まあ見る側はね、おおっていう感じになりますね。はい、では4つ目ですね。背景との関連性を考えるということで、まあ、こちらの写真ね、こういう感じで撮られたということで、まあ、なんかここでね、木にこうまたさらにこう寄り添ってるこう植物を見つけたということなんですが、背景は悪目立ちしないように考えたが、ドラマもなく地味な写真になったということです。まあ、ここは背景だけど、まあそうですね、全体としての、まあ、ここが悪目立ちしてるわけじゃないですけど、なんかこう地味な感じがするということですね。はい、で次は私の作品ですが、こういう感じですね。まあユニークな被写体を見つけた後、そこと対比してドラマが生まれるような背景を探して撮影したということで、まあ私もこれなんか面白いなと思って、なんかちょっとね、木に住み着いた妖精みたいな感じでちょっとイメージして、でもこれで背景もね、ここにこう玉がポコポコポコってあるじゃないですか。でこれは木に住み着く妖精で、これはあの空気中に漂う、森の中に漂う妖精と、まあそういうこう比較というかね、対象というか、まあそういう関連性を作って、まあこれをね、こういう場所を探して撮ったということなんですよね。はい、ですからまあ良い写真の条件として、そこにドラマを感じるというものがあります。ですからまあ対比比較はドラマ性を生む鍵ということになります。ですからまあこれがね、後ろ背景だけど何かこう比較して何かをこうアピールしてる感じでもないですよね。ただまあ地味に収まってますっていう感じなので、まあ弱い写真っていう感じになっちゃうんですね。でまあこういうことをこちらの方にねすると、まあはっきりと、ああこっちの世界とこっちの世界になんかストーリーがあるぞ、こっちとこっちは一体どういう関係性なのっていう、なんかね、あるいは仲間なのか、っていうね、なんかそんな感じもちょっと想像して楽しめるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、まあこんな感じでね、背景との関連性を考えると、絵になりやすいですよということですね。はい、はい、続いてね、5番目、見立てを一考するということで、まあこちらは何かこうちょっとね、意味ありげな感じの写真ですけど、なんかちょっと不思議なところをね、木かな、なんかどっか見つけて撮られたということなんですが、まあね、生徒さんはなんとなく雰囲気がある被写体なのでそれっぽく撮ってみたと。まあそれっぽくっていうのがな、どういうことなのかよくわからないですけど、でもまあよくありがちですよね、まあ、それっぽくっていうね。はい、で私はね、これこういうこの場所でね、こういう感じのを見つけて撮ったんです。はい、でまあ雰囲気がある被写体がそこら中に見られたが、その中でも顔のように見えるものを選んで撮影したということで、まあこれがね、まあ顔に見えるこれ目です。目でね、こう鼻で、まあ、口で笑ってるっていうところで、なんかこういうスマイルをね、なんかこう感じさせたなと思って、あ、いいじゃないかと思って撮ったんですよね。はい、ですからまあ雰囲気がある被写体でもそのまま表現として写すのは難しいもの、顔や何かに見立てられる被写体を探すと絵を作りやすいということで、こういうのはね、まあ本当に表現として結構難しいですよ。だから本当にセンスよく綺麗に写すことができればね、それはそれで表現としてハマると思うんですけど、まあ難しいんで、こういうのがあちこちにあるような場合はね、あのいっそのことね、あ、これ顔に見えるとか、あ、これ飛行機に見えるとかね、あ、これ鳥に見えるとか、なんかそんなようなものをね、ちょっとイメージして探すとね、被写体見つけやすくて、絵を作りやすいですよと、まあそういうことですね。はい、これ可愛いでしょね。はい、まあそういうことになります。はい、ではね、6番目、ドラマチックで渋いモノクロで撮るということで、
まあね、いきなり、まあ、モノクロって答え言っちゃってるんですが、これはね、まあね、撮影者はね、渋くシックに写そうと思ったが表現として見せきれなかったということで、まあ、なんとなくここのね渋い感じありますよね。このサルスベリがねポコッと咲いてて、後ろにねなんかこうちょっとこうこちらの大きなあの存在とこちらの小さな存在で、まあ、対話してるというかドラマ性対比ね、先ほどのもありましたけど、まあ、そういうものは若干こう感じるところあるんだけど、まあ、やっぱこの辺の下のねスペースがちょっと大きく取りすぎてるっていうのと、まあちょっとね地味な印象ありますよね。でまあ私はこういう風に撮ったんですね。はい、渋い感じの場所だったので、いっそのことモノクロでドラマチックに撮影しようと狙いをつけたということなんですよ。もうなんか確かにね、場所的にねこんな感じで渋い場所だったんで、だったらもういっそのことこうシルエットでねモノクロで撮ったらいいんじゃないかっていうね、まあそういう発想に至りまして、まあこんな感じで撮りました。でもねやっぱり大事なのは、そのさっきからね、まあ、何度も出てくるけど、こちらのサルスベリとこちらの大きな樹木っていう感じでね、小さい存在と大きな存在ではっきり写ってるのとボケて写ってるっていうね、そこら辺がこうモノクロになると色のね、あの情報が、色彩の情報が抜けるんで、こういうのがより明確に伝わりやすいんでね、お渋いじゃないかっていう感じで、まあこういう感じで撮りましたね。なんかこういうものを探さないとね、まあ、難しいですね。闇雲にそこら辺を撮ってもね、それこそね、あのなんとなくっていう写真になっちゃうんで、やっぱりそこら辺のこだわりは大事ですね。はい、でまあ自分の狙いとして、それがカラーの方が良いのかモノクロの方が良いのかも瞬時に見分けられるようになると良いということですね。まあこれはカラーで撮るよりはやっぱモノクロでこういう風にねシックに見せた方がいいなっていう判断で、まあこのように撮りました。はい、次は7番目ですね、メインを大胆にサブに回すということなんですけど、これね、あの夕日を浴びたそばの花なんですよね。はい、まあこんな感じで、おーっていう、まあ綺麗は綺麗でした。もっと壮大なところで、まあこの方はこのように撮ったんですけど、ね、でまあこういう感じで撮ってる人もいらっしゃいました。まあね、こんな感じで状況だったんですよね。でまあ瀬戸さんはね、夕日を浴びたそばの花が美しかったのでなんとかそこを写そうと頑張ったということで、まあこのように撮られたということなんですね。でね、私はねこの場所に同じようにいたんですけど、こういうふうに撮ったんですよ。はい、でこれはね、あのそばの花は美しいが、その先に見える木立の美しさに着目、主役を贅沢な前ボケにすることを選択したということで、本来ならばねここのままそばがうわーって綺麗だなっていう感じしたんだけど、やっぱりねこの写真見てもらっても分かるようにね、実際の夕日の色が強すぎてね、まあその場にいて見る分には綺麗なんだけど、写真に収めるとちょっとあんまりこういい感じじゃないなって判断したんですよね。まあちょっと地味になっちゃうかなっていう感じがしたんで、それだったらそれをいっそのこともうこう前ボケにして、こういう後ろにねこういう感じでちょうどこう真っ黒な、あね、こう緑が、まあ、真っ黒の緑っておかしいですけど、深い緑があって、その手前にね綺麗にこうシルエットが見える木があったんで、あここを主役にすればいいんで、そのそばを、まあ、贅沢でね、本来ならメインなんでしょうけど、まあ、贅沢に前ボケに使ってこのように写真にしたということですね。はい、ですから、まあ、感動したからといってそれらが必ず写真映えするとは限らない。限界を感じたらいっそのこと贅沢な脇役にする発想、切り替えも大切ということですね。だからまあこれだとちょっとまあ限界だなって感じたんですよね。どう撮ってもこういう感じになっちゃうなって感じしたので、よく見るとこういうのあるじゃないかということでこういう写真にしました。はい、だからまあメインを大胆にね、まあ、サブに回すっていうのは結構大事な発想でもあるんですよね。まあ参考にしてみてください。はい、では次ね8番目です。レンズワークをよく考えて撮る。はい、でねこれ生徒さんは、土手に咲くサイドコを浴びた彼岸花だが明確なイメージがないので無難な画角で撮影したということで、まあこれまあ確かにね一本道の土手のところにねこうやって咲いてて、あ僕もこれ撮ったんですけど、
後でね見せますけど、この方はまあ画角100ミリぐらいで撮ってるんですね。はい。でまあこんな感じで撮りましたということなんですが、で私はねこういう感じで撮ったんです。うん、まあせっかくの彼岸花、柔らかい前後のボケの中でというイメージがあったので、まあ180ミリレンズを選択したということで、私ちょうど180ミリのあのマクロっていうのは結構好きでよく使うんですけど、ああそれだとこれ柔らかい雰囲気で撮れるなというイメージがあったもんですから、まあこういう感じで、これちなみにここバッタいます可愛いでしょね、こういう感じで、うん、だからまあもうこれぐらいの感じで撮らないと意味がないと思ってるから、うん、だから100じゃ足りない、もっとあの細かく写っちゃうなっていう感じしたんで、これねまさにこんな感じになっちゃうんですよね。うん、だからこう散漫な感じしちゃうんですよね。ボケてますけど、この辺もねボケてますけど、このボケてない範囲が広いから、うん、あのね被写界深度が広いから、あのこういう感じの写真になっちゃう。でそれが狭いとねこういう感じになる。前ボケは前ボケでこんだけボケてね、ここだけバシッとあって、でもうここからもうボケてるという感じになると、やっぱりこう絵としてね、おいいじゃないっていう感じになりますね。はい。ですからまあレンズ選択によって表現は大きく変わる。どの画角のレンズでどう撮るとそういう感じになるかを覚えておくと良いということになります。はい。次はね9番目、逆光に依存しすぎないということで、まあこの辺りとかこの辺りをまあ生徒さんは撮ってきたということなんですよね。でまあうん、夕日をバックに逆光でドラマチックに撮ろうとしたが絵的にあまり良い構図が見つからなかったと。逆光は綺麗だけどやっぱこう背景の感じが、うん、なんかね散漫な感じしますよね。これなんかでもね、この辺は逆光で確かになんか雰囲気はあるんだけど、もう中途半端なこの辺の光の感じでなんかパラ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 してるから、うん、ちょっとね、うん、まあ、いい感じはするけど、おーっていうところまでいかないなっていう感じなのね。はい。で私はこういう感じで撮りました。はい。うん、みんながねレンズを向ける反対側に樹木に影を残した絵になる彼岸花たちを発見しました。で巡光のライトをしっかり浴びたモデルたちに見立てて撮影したと。だからこれもモデルさんたちに、だからこの辺の木ですけど、これをね、まあ、背景布というんですかね、まあ、背景ですけど、ここら辺にね影が映ってるのね、これはねなかなかかっこいいじゃないですか。でここにしびれて私はシャッター切ったってことで、だからここんだけね光の条件が良くてね逆光でわーって言うとね、みんなこっち向くんだけどね、確かにそれはそうなんですが、うん、私はねこっちの方にしびれましたね。はい。でまあまとめますとね、だからまあ逆光は狙い目ではあるが、逆に逆光ということで構図に甘さが出てしまったり被写体の選択にも隙が出やすい、よく観察して惑わされないようにということですね。うん、うまくなればね、なんかやっぱこう逆光でっていう感じに出てくるんだけどね。でもね、うん、だからといって、ね、あのいい絵になるとは限らないですよ。はい。やっぱりね、トータルで見てね、見せる絵かどうか、見せる写真かどうかっていうことが大事ですからね。まあそうなってくると、うん、逆光だとどうしても隙が出るんでね。はい、そっちの光に騙されちゃうっていうところがあるから、そこら辺は注意しましょうと。まあそういうことで逆光に依存しすぎないということで、お話しさせていただきました。はい。ではね、またちょっと順番にね比較していきましょうか。でこちらとこちらになりますね。はい。ね、よくわかるんじゃないかなと思います。こちらとこちらですね。はい。はい。で、次はこちら、こちら、こちらということですね。次行きましょうか。こちら、こちら、こちらということになりますね。はい。で、次行きましょうか。こちらと、こちら。はい。
ね、こちらとこちら、はい、でとこれと、うん、で次はねそばね、まあこういう感じで撮りました。で次はこちらとこちらですね。やっぱりこう全然印象違うでしょう。同じ条件ですけどね、あの時間帯とかね、同じ被写体で撮ってもやっぱ違うんだよね。はい、で次はこちらとこちらに対してこちらということですね。はい、まあですからみんなこれ同じね、日に同じ条件で撮ったということなんですね。いかがでしたでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画もね、まあ、結構ためになるところとかね、まあ、参考になるところとかね、あったんじゃないかなと思います。そこでね、お気づきになったこととかね、おって思うところありましたらね、ぜひね、撮影に行ってね、試してみてください。ね、まあ、こういうのは頭で理解してるのとね、実際に現場で、それができるようになるのというのはね、またちょっと違ってますからね、何度も何度もトライしてね、ご自身のものにね、身につけていってください。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。またね、面白かったよとかね、ためになったということであればね、グッドボタンとね、またチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまたね、皆さんお会いしましょう。さよなら。